ホロハン殺人事件は、第二次世界大戦最中の1944年に、イタリアで起こった殺人事件である。1944年12月、戦略情報局エージェントとして、現地対独抵抗運動への物資供給工作を、指揮していたウィリアム V ホロハン米陸軍少佐が、不可解な状況で殺害された。終戦後の調査では、 イタリア側の元パルチザン隊員らの証言をもとに共産党派パルチザンへの物資供給をホロハンが拒んだ後部下だったアルドイカルディ元将位らが共謀してホロハンを殺害し物資割り当ての権限を握るとともに工作資金を強奪したものと疑われた。しかし実際にはホロハンによる物資割り当ての判断に不満を抱いていたビンチェンツォ モスカ定理式家の共産党派パルチザによって殺害されたと言われている。1944年9月、OSS は占領地の対独抵抗運動を援護するべく特殊訓練を受けた兵士で編成された複数の工作班をヨーロッパ各地へと派遣した。そのうちの一つ、イタリアのコモ方面に派遣された工作班に課された任務には クライスラーというコードネームが与えられていた。当時、ヨーロッパ及びアジア各地で活動するパルチザン組織は、その多くが共産主義勢力の影響下にあった。そのため、連合国軍の作戦担当者らは、終戦後の新政府において、軍事力を背景に共産主義者らが実権を握ることを危惧していた。1944年8月にパリで起こった反乱は、 共産主義者の警察官らが主導したもので、シャルルド・ゴール将軍によって排除された。ギリシャでは、すでに共産派抵抗運動と反共派抵抗運動による内戦が勃発していた。クライスラー作戦は、ハロルド・アレグザンダー将軍指揮下の第15軍集団によって管轄されていた。1944年9月27日、クライスラー工作班が、 アルメーノのコイロモンテ村近くに落下山で降下した。工作班の内訳は、指揮官ウィリアム・ V ・ホロハン少佐、副官ビクター・ジャンニーの注意、情報将校アルド・イカルディ少尉、無戦士カール・ジー・ロドルス、各記担当アーサー・ピシアラミコリ軍曹の米軍人5名、そして抵抗運動から派遣された3人のイタリア人エージェントであった。40歳のホロハンの本職は、 証券取引委員会付の法律家で、戦前は陸軍機兵化の予備役将校を務めていた。彼は OSS が現地勢力からの影響を最小限に抑えるべくヒイタリア系の指揮官を求めていた際に自ら志願した。22歳のイカルディ将尉は工作班の中で唯一現地方言を話すことができた。また、ジャンニーの注意はイタリア語、ロドルスは シチリア語を話すことができた。現地抵抗運動に軍資金として提供するために、米ドル、ルイドール金貨、スイスフラン、イタリアリラ合わせて1万6000ドル相当がホロハンに託されていた。逮捕後にスパイとして処刑されることを避けるべく、ホロハンは OSS の規定に従って部下全員に軍服を着用するよう命じていた。 連合国軍の前線から600マイルほど離れた北、イタリアの状況は非常に入り組んでいた。主要抵抗運動だけでも4派閥、すなわち社会党、行動党、キリスト共民主党、共産党が存在し、さらに多くの貴族の曖昧な指揮官らに引きられた、小集団も活動していた。本来、クライスラー作戦は、数軸軍の早期降伏を見越して、 この地域との連絡を確立するとともに、核勢力への牽制を行うことを目的としていた。しかし前提が崩れたため、目的は装備と武士を活用して、現地抵抗運動を援護することに変更された。ドイツ軍による必要な追跡を受け、クライスラー工作班はパルチザン狩りが実施されるたびに危機にさらされていた。ある時点で、ドイツ軍は、 OSS の無線送信機を追って100ヤードほどの距離まで接近したが、パルチザンに所属するドイツ人工作員3人とスイス人工作員1人が客探知を行って撃退した。12月、ある独立派閥の指揮官チンクアンタがクライスラー工作班を裏切り、ドイツ軍への通報を行った。チンクアンタは後に暗殺された。1945年、エミリオダダリオと共に撮影された。 イカルディ1944年12月2日、ホロハンはイカルディを現地共産軍指揮官、ヴィンチェンツォ・モスカテリのもとへ派遣した。この会見は投下される支援物資の供給を管理する権限を求めていたパルチザン将校、アミンタ・ミグリアリが設定したため、やむを得ず行われたものだった。ミグリアリは信頼のできる男ではないと考えられていたものの、 工作班は支援を継続するために彼に頼らざるを得なかった。当時、イタリア北部に展開する抵抗運動の内友三軍はおよそ75%を占めていたが、工作班は投下される物資を核勢力に対し均等な割合で供給していた。そのため、共産軍が他勢力から補給物資を強奪することもしばしばあった。 リカルデが1950年に行った証言によれば、ホロハンは共産軍と他勢力を同等に扱っていたという。やがて、イタリア人の間では、ホロハンが熱狂的反響主義者であるという噂が広まっていった。工作班は、オルタココ班の大きな別荘を拠点として使用していたが、モッタロン地区でパルチザン狩りが始まったとの情報を得たため、速やかに避難することとなった。 12月7日深夜から撤収作業が始まり、別荘の警備に当たっていたパルチザン隊員のグアルティエリー・トッツイニとジュゼッペ・マンニーにも荷物運びに参加した。その最中、トッツイニが足音を聞いたと言い,い、スイカを試みた途端に銃撃が始まった。事前の計画通り、隊員らは応戦しつつも分散して、各自逃走を試みた。イカルリは、ミグリアリの指揮所まで逃げ切った。 その後、工作班は最終決を果たしたものの、ホロ班のみが行方不明となっていた。イカルデはすぐに事件の天末を司令部へと報告した。2週間後、ミラノに駐在していた OSS エージェントが調査のためにオルタコへと派遣された。別荘では、連合、通軸両軍ともが使用している 9mm 弾の薬莢が発見されたほか、湖班にはホロ班が所持していた。 手榴弾が一つ残されていた。その後、工作班は、イカルディの指揮下で、物資供給工作を再開した。モスカテイリが後に語ったところによれば、ホロハンの死後は OSS による支援が増加したという。1945年2月、クライスラー工作班は、ミラノへと移った。しかし、都市部という環境のために、物資の投下は行えず、 工作班は郊外に潜伏することとなった。終戦後、ホロハンの兄弟で株式仲害人のジョセフ・アル・ホロハンはビラカステルの応募での事件について知らされた。彼はイタリアの国防省や警察当局に手紙を書いたほか、当時ピッツバーグで法律家になっていたイカルリを訪ねるなどして真相を探ろうと試みた。1947年、工作班員らが除隊した後、 イカルディは陸軍の捜査当局から取り調べを受け、ポリグラフ検査も実施された。イカルディは陸軍への再入隊を志願し、ホロハンの死にまつわる疑問を解消するべく、軍法会議の設置を求めた。1949年1月、カラビニエリのエリオ・アルビエリ将尉がホロハン事件の調査に着手した。1950年3月にアルビエリが、 元パルチザン隊員とチツーニとマンニーニに質問を行ったとき、彼らは、ホロハンが共産軍への支援を拒否したことに憤慨したイカルディが暗殺計画を立てたという胸の主張を行った。彼らの証言によれば、ホロハンのスープに毒を入れるクワ立てが失敗した後、コイントスで実行者に選ばれたロードルスが、ホロハンの部屋に向かい、頭を二度撃ったという。イタリア人らは、 ホロハンの遺体を寝袋に入れて湖へと登記した。彼らは警察に協力して遺体を発見させ、間もなくホロハン本人と確認された。頭蓋骨には2つの重曹が残されていた。1950年8月3日、ロドルス元軍曹はロチスターの警察署にて陸軍犯罪捜査部による尋問を受けた。これは陸軍参謀総長。 ジョージ・マーシャル将軍の命令によるもので、ロドルスから得られた証言は、トッチーニとマンニーニの主張を裏付けるものだった。元 OSS エージェントで、クライスラー工作班にも所属したシアラミコリ、元軍曹は、この疑惑が馬鹿げたものであると語った。一方、ホロハンに対する感情として、シアラミコリは、俺たち全員が少佐を嫌っていた。彼は、藩の最年長者で、 後方で座っているのが好きで何でも簡単に考えていた。少佐の態度は何度か俺たちの命を危険にさらしたと述べた。当時国会議員となっていたモスカテーリは記者に対してホロハンが反響主義者であり、イカルデこそが対独パルチザン闘争を強く後押しした勇敢な兵士であると語った。トゥルー氏のローマ特派員マイケル・スターンは イタリア側での主張に基づく特集記事を執筆した。タイム氏もイタリア側の主張を採用した。一方、ザ・ニューヨークタイムズ紙では、イカルディがピッツバーグプレス紙に寄せていた長文の声明を転載した。1951年秋、イタリア政府はイカルディとロドルスを殺人の容疑で起訴するとともに引き渡し要求を行ったものの、 アメリカ側の裁判官によって拒否された。当時、イカルディとロドルスは軍を除隊していたために、米軍司法当局の管轄外にあり、また、アメリカの裁判所はイタリアで起こった犯罪について、裁判権を有していなかった。拒否の理由は、事件当時は現場がイタリアの支配下になかったためとされていた。ただし、この判断の中では事件に関するイタリア側の主張が受け入れられていた。 1953年、ノバーラにて二人のアメリカ人は欠席したまま、ミグリアリ、ジュゼッペ・マンニーに、グアルティエリ・トッチーニラをはじめとする、元パルチザン隊員と共に殺人についての起訴を受けた。イタリア人らは、ロドルスがイカルディの指示で行った、毒殺の試み及び銃撃を支援したと証言した。犯行動機については、十分な武器を共産軍に供給し、またホロハンが、 本来の作戦資金に加えて、秘密作戦のために持ち込んでいた4万5千から15万ドルを奪うことだったと述べた。また、彼らは、ホロハンが裏切り者として死刑判決を受けたのだと主張した。ミグリアリは、自分とイカルディがそれぞれ7万5千ドル相当のイタリアリラを、おもちゃ工場への投資に用いたと主張した。これは、ホロハンから受け取った資金を元手により、 良い為替レートでの交換を行い軍資金を増やすことが目的だったという。イカルディは暮らしぶりが贅沢であるとか、ホロハンを殺害したことに関連して非難された一方、彼が誠実で勇気ある男だと褒めたたえる者も,もいた。もしイカルディが共産主義者であったならどうしたかと尋ねられた時、モスカ定理議員は OSS の一員であるなら、そんなことはありえんねと応じたという。 依然として、イカルリとロドルスは欠席していたが、法廷では彼らの弁護士が勝利のための戦いの障害であったホロハンを排除する必要があったのだと訴えていた。最終的にイタリア人らは3年間収監修された後、裁判官がホロハン殺害をやむを得ない行動であり、また命令に従ったものだったとして無罪方面となった。アメリカ人らには、 欠席状態のまま殺人に関する有罪判決が下された。イカルディには終身刑がロドルスには懲役17年が課されていたが、二人ともイタリアを訪れることはなかったので実際に服役することはなかったジョセフ・ホロハンが下院軍事委員会委員となったことで、合衆国議会も事件の捜査に関わることとなった。1953年3月26日、 W. スターリングコール議長を含む2名の省委員会がピッツバーグを訪れ、殺人を否認していたイカルデからの聞き取りを行った。1955年8月29日、連邦大陪審は8度の偽証について、イカルデを告発した。裁判は1956年4月17日から始まった。検察側はイタリア人18名を証人として招いていた。 イカルディの弁護人、エドワード・ベネット・ウィリアムズは、ホロハンは、反響的な態度を理由にモスカテイリの命令で、殺害されたのだと主張した。ホロハンへの攻撃は、実際には、モスカテイリの部下によって行われたものだと判断された。また、ウィリアムズは、コール議員らが聞き取りを行う前から、イカルディに偽証罪を負わせようと話し合っていたことを、認めさせた。コールが、 証人席を降りた後、ウィリアムズは、イカルディに対する尋問自体が、法律上有効な目的のために行われたものではないとして、訴えの取り下げを求めた。1956年4月19日、リッチモンド B ・キーチ判事は偽証罪について、無罪判決を下した。小委員会での証言が、法律上有効な目的のために行われたものでは、 ないという弁護側の見解を引用し、偽証罪を成立させることはできないとした。キーチ判事が、コールの行いを強く非難したとき、怒るでは涙を流していたという。その後、ウィリアムズは、FBI 捜査官とともに、イタリアに向かい、モスカテイリと会談した。当時、彼はまだ共産党所属の現職議員だった。モスカテイリはウィリアムズに対し、この件が 刑事事件として扱われるとは思っていなかったこと、共産党派のパルチザンがホロハンの排除を行ったこと、イタリア語を話せないホロハンは、作戦指揮官に不適当で、なおかつ殺害以外に排除する手段がなかったことなどを証言した。また、イカルディとロドリスが殺害計画を知らされておらず、関与もなかったとして、必要があれば法廷で証言を行う用意もあると述べた。 アルドイカルディは引退するまでフロリダでホーム関係の職について働いていた。2011年11月9日に死去した。ありがとうございます。